あなたもお買い物？そうなんだ。私は余った食材を別のと交換してもらいに来たの。昔はここ誰もいなくてひっそりしてたのよね。時々エアリアのアークスが調査とか発掘とかに来てたけど、本当にごくたまにって感じだったし、それがあなたたちと出会った頃に大勢の人がやってきて、最初はびっくりしたわ。あんなにたくさんの人を見たのは初めてだったから、私だけじゃなくて兄弟みんな身構えちゃってたのよね。イルマのことで手一杯だったし、それから少し落ち着いてきて、だんだんと話をするようになったの。そしたら、みんないい人たちだった。困ってることはないか、とか、ちゃんと食べてるか、とか。自分の子供のように心配してくれる人もいて。今まで、自分たちで何でもやってきたから、それが当たり前になってたけど、助け合うってことの意味を、改めて教えてもらった気がするわ。お前たちはもっと助け合えっていうのが、おじいちゃんの口癖だったの。でも、その本当の意味は、ずっと分かってなかったのよね。ただ表面的に協力するだけじゃダメ。相手が困っていることに気づいてあげられる。自分が困っていたら、相手に助けを求められる。そういうのが本当の協力関係なんだって。ここの人たちとあなたたちから教えられたわ。改めて言わせて。イルマの救出を手伝ってくれて本当にありがとう。ええ、本当に。あの経験がなかったら、私たち5人、ずっと心がバラバラのままだったと思うわ。これからは、5人でしっかり協力してやっていくつもり。もちろん、ここの人たちとも。あなたも、何かあったら、気兼ねなく言ってよね。できる限りのことは、してあげたいって思うから。俺に用か？
また会いましょう。また会いましょう。何かあったの？お前らがドールズを作った。今そう言ったな。ということはお前らが大勢の仲間を、家族を殺してきたということだな。うん。俺たちが生まれる遥か昔からお前たちはその実験を続けてきた。うん。どうなんだ？グレン、落ち着け。まずは彼女の話を最後まで聞こう。すまない。バリア君、続けてくれ。私たちがドールズを作り、このハルファへと投下しました。何のために？来たるべき日に備えて、より強いアークスを作るために。なの？
攻撃が効かない。この短期間でさらに改良を。これならどう？ゼフェット、見ているんでしょ。ゼフェット、まさか単身乗り込んでくるとは。ナインオーナインはどうしたんだ？ナインオーナイン、識別番号 RA9G3T9O9。あの人が何だというの？ナインオンラインは真のワークスに最も近い存在として注意した個体だ。同時に投入した第三世代の中でもな。つまり私があの人と行動を共にするのも全て織り込み済みだったというわけね。でもそんなことはもう関係ないわ。あの人たちにこれ以上迷惑はかけない。実験は私が終わらせる。どのようにして？私があなたを倒す。父である私を、お前が父親？あなたが私の？あなたは私たちを作り出しただけ。親子でも何でもないわ。なるほど、お前の意思は分かった。では私は待つとしよう。お前とその仲間たちがここに来るのだ。仲間たち？何を言って、まさか。では、君はマノン君の危機を察してここに来たというのだね。はい。リサージェント・アークス。それが君たちの組織の名前。はい。君たちがドールズとアークス、星渡りを作り出し、戦わせてきた。信じがたいが本当のことのようだ。マノン君のデータとも符合する。君たち二人が示し合わせて嘘をついているのでなければ。そしてその開発拠点がこのルシエルにあると。はい。簡単な話だ。それらを全て破壊すればこの戦いは終わる。また君はそういう風に。マノン君のデータによればルシエルはこのハルパの環境もコントロールしている。それを壊したら何が起こるか。ではどうする？ルシエル、リサージェントアークス、私はどう受け止めればいいのかまだわからない。でも確かなのはマノンがあそこにいて今も何かと戦っているってこと。だったら私はそのマノンを助けに行きたい。そのために私は来ました。ルシエルに行く方法を知ってるの？はい。ロストセントラル、あなたたちがそう呼んでいる場所に転送装置があります。
やあ、イルマ。話は聞かせてもらったよ。なんだか大変なことになってるみたいだね。その子があの浮島、ルシエルから来たっていう？ファリアです。よろしくファリア。僕はイルマだよ。それじゃあ早速そのルシエルに行く方法を教えてもらおうか。わかりました。ダメですね。はい、テレポーターの起動に失敗しました。ロックされているようです。それじゃ僕の出番だね。まさかそのルシエルがこのハルファの制御装置だったなんて。しかもそこからドールスと星渡りを送り込んで戦わせていた。さすがに僕もすぐには信じられない話だね。うん、私もちょっと話してもいい？はい。あなた最初に会った時のマノンと雰囲気似てるかも。そうですか。そうそう、その感じとか。あなたとマノンのこと、もっと聞かせて。私に話せることであれば。うん、それで大丈夫。あなたとマノンは、どういう関係なの？私はマノンのバックアップです。マノンの活動をモニターし、問題が発生した場合は支援を行います。マノンのことをずっと見てたってこと？ルシエルから。はい。それで実際に問題が起きてルシエルにいても解決できないから僕らを頼ってこっちに来たってことか。そうです。なるほど。じゃあ次の質問。マノンはハルファで何をしていたの？第三次計画の記録。アークスとダークファルスの戦いを間近で記録するのがマノンの役割です。戦いを記録。いいえ、事前に知らされていた情報は限られます。その計画の主導者じゃなくてあくまで観測者ってことか。はい。つまりマノンは僕たちのことをただ見ているのが仕事だったんだ。一定の距離を保ちつつ多くの星渡りの一人として。でも少なくとも僕が知る限りマノンは僕たちのやることに積極的に関わろうとしていた。何か心境の変化があったってことかな。マノン。ゼフェットを止めようとしていました。ゼフェット？
アルファでの実験の管理者、リサージェントアークスの総督です。そのゼフェットが実験ってのを始めた人なの？記録ではそうなっています。そっか。ゼフェットは私やマノンを作り出した存在、父あるいは母のようなものでもあります。お父さん、お母さん。普通の家族の関係とはちょっと違いそうだね。そのゼフェットがルシエルの全権を握っているのだとしたら、説得する、もしくは無力化すればドールズとの戦いが終わるか。実験っていうのはどれくらい前から続いてるの？記録では300年前とされています。300年？ああ。じゃあ本当に数えきれないほどのアークスがその実験の犠牲になってきたんだね。マノンがゼフェットと対峙を決意した決定的な理由は何だろう？わかりません。いえ、一つだけ。活動中のモニタリングデータに強い怒りの感情が見られました。それはゼフェットに対して？はい。じゃあ、マノンは本当に一人で全てを終わらせるつもりなのか？なの、無茶だよ。ん？起動に成功しました。これがテレポーター？でもこれって近距離用の。見た目はそうですが、出力は100倍以上です。フォトンフィールドが安定しなくても超長距離転送が可能です。へえ。じゃあみんなを呼んでルシエルとやらに乗り込みますか。聞こえるかい？ああ、クロフォード、ちょうどよかった。ルシエルに向かう準備ができた。いや、ルシエルへの侵入は一旦中止だ。何かあったの？ドールズの総攻撃だ。相当数の効果がハルファ全域で確認された。なんだって？こっちには何の反応も。僕の警戒も避けて侵入してきたっていうの？本当だ。なんてこった。タイバスたちには先に伝えてある。こちらからも可能な限り戦力を送る。だってさ、僕も兄弟のところに急ぐよ。君たちはエアリオに戻るかい？うん。アイナ、私たちはルシエルに行く。みんなは自分たちのリージョンを守って。クロフォード、分かった。君たちに一任する。クロフォード、マノン君のことは放っておけない。体制が整い次第すぐに部隊を送る。その前に危険だと思ったらすぐに戻ってきてくれ。分かった。私も行きます。あ、了解。まだ完全には回復してないみたいだね。
では、これを渡しておきます。これは？ルシエル内部のマップです。私がこちらに来る前、マノンはドールズの製造施設に向かっていました。現在の場所は分かりません。ハルファからルシエルへの通信は遮断されています。分かった、ありがとう。マノンのことを頼みます。うん、任せて。僕たちもこっちの問題が片付いたらすぐに向かうよ。それまで頑張って。